こちらのアルサバスに乗ってトレドの方に行きたいと思います。なんかバス自体が30分ぐらい、遅れての到着だったのでちょっと不安でしたが、まあどうにか乗れました。よかったです。はい、ということでトレドにやってきました。日差しめちゃめちゃ強いんでめっちゃ日焼けしそうなんですけど、とりあえず歩いて、こちらの丘の上の方かな、まあ、栄えてるところにですね行きたいと思います。なんかヨーロッパの田舎に来たって感じがする。なんか少しもうちょっとでもただちょっと虫は多めです。ない、これではないか、違う店か。はい、ということでセットのワインと水です。はい、まずはガスパチョをいただきます。そう、美味しい。うん、酸っぱい。酸っぱいんだ。酸っぱいっていうか、まあ普通にガスパチョだよね。うん、もう飲んだ瞬間スパーってこうなんかトマトの酸味が来る。酸味が。ああ、酸っぱいね。うん、美味しいでも。なんか夏に。夏って感じだよね。ああ、私は牛肉のステーキみたいな。これは豚かな、うん、これがトレド名物かどうかをちょっと置いておいて。あ、そっちもそうだな。まあまあ、なんか見た目はお餅みたいな。はいはい。砂糖の塊っていうのもよくわかんない。砂糖食べてないまあでも食べれないことはない。はい、カスタードクリームで中だな。何、甘いんだ。食べた。甘い、美味しいけど甘い。あ、全然だから真ん中に食べたら全然甘くない。あ、そうと。はい、ということで列車に乗りたいと思います。日本語の対応もしてるのでちゃんと日本語で解説を聞くことができそうです。これは嬉しいね。一応なんか右側が旧市街の方らしいので右側に陣取るのがなんかいいよと言われてました。いないならトレドへ行けと言われるほど魅力がギュッと詰まったコンパクトな街で、旧市街は世界遺産に登録されています。トレドは三方をパホ川に囲まれた岩山に築かれた天然の要塞です。そのため時代の移り変わりとともに様々な勢力の中心地として発展してきました。アルカンタラ橋が見えます。1000キロも川があるらしいです。こちらはトレドの目印アルカサルです。元は3世紀にローマ帝国の宮殿があった場所に11世紀にイスラムの支配から奪還したアルフォンソ6世が要塞に改築したものです。現在は軍事博物館になっています。トレドの旧市街を一望できるスポットへやってきました。この列車はね、満員御礼で走ってた ね、うん、こんな結構大きいのにすごいいっぱいだった。いや美しい、うん、なんかさ、またグアナファトとかなんかサンミゲルとはまた違う、なんていうかね、なんか囲まれてる感じもいいんだろう。あー、川、川に、うん、ちょっと高くて、うんうんうん、
これは確かにその1日しかないならトレドに行けっていうのは分かる。ここだったら1日で見切れるし、すごい魅力がすごいからタイムスリップしたような。トレドよりチャンネル登録よろしくお願いします。キリスト教、イスラム教、ユダヤ教の文化が交錯した街並みから、街全体が博物館とも言われています。またスペイン国王がマドリードに宮廷を移した1561年以降、徐々に衰退していったため、当時の面影をそのままに残すことから、16世紀のまま時を止めた街とも言われています。はい、行きましょう。一通りあのバスツアーで見れてよかったね。そうね、なんか網羅的に、こちらは太陽の門です。太陽と月が描かれているほか、真ん中は16世紀のキリスト教の儀式の彫刻が刻まれているそうです。太陽の門の門を閉める穴、アラビアンナイト的なコーナー。アラビアンナイトの、まあ、コーナーはあるけど違う。だって アラビアじゃないじゃん。アラビアンなでも雰囲気が、まあちょっとイスラムも入ってるからかな。このグネグネ道ってさ、イスラム圏、確かにこれはなんかイスラムって感じする。昔モスクだった上に教会が建てられたそうです。中はちょっと3ユーロ入るのにかかるので、ゆた君と相談したいと思います。その辺の細かい装飾が若干イスラム風を感じさせる。なんか全部取り壊さないっていうのが、なんだろう、まだいいですね。こういう路地がいい味出してるね。車が、大聖堂にやってきました。すっごい装飾が、この高い方の塔にはこんな感じで、なんか人の生首みたいな人の生首がいっぱいくっついてる。地震とかないのかな。じゃあ視聴者かな。こちらがトレド大司教というみたいです。まあ、幹部がいるのかしら。サンファンデロスレージス修道院になります。15世紀に建てられたフランドルゴシック様式の教会、華麗な2階建ての回廊が見どころです。手錠なのか、なんか置いてあるの、恐ろしい。なんか途中ちょっと公園みたいなところに来たら、すごい景色のいいところに来ました。これでね、もうちょっと風吹いてて日陰だったら気持ちよさそうだね。うん、なんかやっぱこれまでのスペインの植民地の、まあ、コロニアル の建物じゃなくて、それよりも前の、まあ、中世とかの建物だから、うん、ちょっとやっぱり これまで見てきたものとちょっと違う。なるほどね。そこがまた目新しい。お土産屋さんにこういうなんか剣とかが売られてることが多くて、なんだろうね。これいいね。ドラクエの武器屋って感じじゃん。こちらがエルサルバドル教会です。教会がね、多いよね。サントトメ教会にやってまいりました。教会どんだけあんのっていう、ね、それだ
だけみんなの心の支えになってるということですね。もうレンガの作りと中に石がちょっと詰めてあって、それが柄みたいに見えて面白いですね。全体的に色味はこうピンク色って感じで、ピンク色というかなんか砂色みたいな感じかな。では今回のトレド観光は一旦これにて終わりかな。終わり。はい、あ、この後飯食いに行きます。8時のバスに間に合うように準備というかご飯食べていこうと思います。はい。ワーキングスペース、なんかあれかな、コワーキングスペースがあるってことはさ、なんかトレドでワーケーションみたいな、いいね。違う。いやいやいや、素敵な街だったね、うん、なかなかね。はい、ということで、はい、お通しのオリーブとポテチが来まして、はい、そしてサングリア、なんか泡立ってるね、なんかビールみたい、なんかサングリアと、私はアムステルラガー、オランダのビールですね、キュラソーでも飲んだ、うん、乾杯乾杯。てか結構安いよねこのお店。これ3ユーロ。3ユーロ3ユーロだよね。安いね。うん、この昨日のね、トマトコロッケハンバーグみたいな感じじゃない？じゃあ1個いただいていい？ちょっと食べちゃって。うん。美味しい。コロッケのなんだろう、具材がバラバラバージョンみたいな。2品目。エビのコロッケ、わあ美味しそう。美味しい。すごい濃厚なエビクリームコロッケ。へえ。いただきます。うまっ。うまいよね。あ、エビそのもの。めっちゃザクザクだし、うん、ここうまいな、マジで。めっちゃ美味しいね。はい、またもやコロッケを頼みました。これ多分エビのやつでしょ。エビね、さっきの。こっちはハム、ハムチーズみたいな。うわ、柔らかいね。うわ、ザクザク、ね、はい、ハムチーズ、ハムチーズ、うん、うん、チーズが、うん、濃厚。へえ。これちょっとザクッと食べたいから小さく切らずにこのままかぶりつきます。うん、うん、チーズの中にイベリコ豚かな。めっちゃ白ワインに合いそう。ガトーショコラが来ました。ゆうたくんが眠いのでインカメで撮っていきます。ガトーショコラにアイスクリームにチョコ、凍ってるチョコ、ナッツがかかってます。いただきます。うん、とろっと美味しい。このソースも練乳とメープルシロップかな。美味しい、ここ何でも美味しい。今回もご覧いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。